鳩時計初めて見たのは二十歳の時で、ヨーロッパ旅行に一人旅したんですね。少しずつこう鳩時計自分で独学で勉強して、皆様にこうご紹介していったら、いつの間にかお店っていう形になっていたので。すごい。で、巻き戻したんです。実際使ってこられた方たちにとっては一つの家族みたいなものになっちゃうんですね。やっぱり長く長く使っていくほど宝物になるというね。それが鳩時計の魅力じゃないかな。